こちらはビフォアの状態になります。かなり頭頂部、それからつむじのあたりが薄毛が気になる状況になっております。こちらはビフォアとアフター見比べた状態になります。AGA 治療もかなりやり始めると一時抜けたりとかですね、確実に入るとも限らないので、それこそ体毛が濃くなったりとかいろいろな問題が出ます。で、今回はエクステを、させていただいて、こういうふうにしながら、まずストレスをなくしてですね、徐々に改善させていくというようなことで考えております。